はい、こんにちは、ポールです。今日はですね、売れる本の、ポイントを見極める、エクササイズということをお話していきたいと思いますけども、まあ、電子書籍出版に関わっている人ですね、に対して、まあ、主にこう、使えるエクササイズなんですけど、やっぱりこう、電子書籍を書いている上で、まあ、どういう本を書けば売れるのかっていうのはなかなかわからないと思うんですよ。まあ、こう闇雲にですね、本を書いても、やっぱりなかなか売れる本って作ることができないんですよね。まあ、ただ情報羅列すればいいってもんじゃないので、まあ、こう、売れるポイントみたいなのがあるんですね、本っていうのは。で、それをしっかりと自分で理解することができていれば、まあ、そのポイントを踏まえた本をですね、出せば売れるっていうことになるので、まあ、その売れるポイントを見極めるってことがね、すごく大事になってくるんですけど、まあ、今日はですね、その電子書籍をまあ執筆、まあ、出版する上において、どういうポイントを見れば売れる本が作れるのかっていう、まあ、エクササイズがあるので、まあ、それをですね、簡単に紹介していきたいと思いますけども、まずですね、こう自宅にある本、紙の本ですね、をまあいくつかこうピックアップしてほしいんですよ。っていうのは、まあ、紙の本っていうのは基本的にこう、まあ、出版社が出してもですね、プロの出版社が出してるものなので、当然まあマーケティングとかそういうこともしっかりされてるわけですよ。キャッチコピーもしっかりついてるし、まあその著者もそれなりのね、ちゃんとした人が書いてるし、もちろん紙の書籍だってものすごくね、膨大なコストがかかってるわけなんで、一冊も売れませんでしたってことはまずないと思うんですよ。まあ、どんな本でもね、最低でも数百冊とかは売れてると思うんですよね。うん、なので、まあ、今日やるこのエクササイズに関しては、まあ、そのプロが書いた本ですね。プロが書いて、プロが出版してる本にしてほしいんですけど、っていうのは、まあ、一般のこう、電子書籍出版社、まあ、素人の人が書いた本っていうのは、まあ、必ずしもね、今回ご紹介する、まあ、そのエクササイズがうまくね、当てはまるとは限らないので、ちょっとね、まあ、その点について、気をつけていただきたいと思います。で、まずですね、いくつか、本を持ってきてほしいんですけど、見てほしいポイントがいくつかあるんですよね。で、それがですね、まず、ターゲットは誰なのか、そしてベネフィットですね。その本の、まあ、得られる結果、どういう結果が得られるのかっていうベネフィット。あとは、著者、誰が書いてるのか、そして、まあ、内容ですね。もしくは主題です。その本のメインポイントは何なのかとかってね、こと。あとは、その他の情報ですね。例えば、口コミとか。まあ、このあたりを踏まえて、こう、判断していくことになるんですけど、まあ、その、それぞれの本、まあ、プロが書いた本っていうのは、まあ、ちゃんとマーケティングがされているので、ターゲットが明確なんですね。もう、この、万人に対して、誰にでも、こう、当てはまるような本ってないじゃないですか。例えば、健康になる本とかね、お金持ちになる本って、まあ、その、似たようなテーマではありますけど、もちろんその健康の中でも、もっと細分化しね、体のこういう部分が健康になるとか、お金持ちになるっていう、まあそのすごく大きな括りであっても、もうちょっとこうセグメント化されて、テーマを絞り込んだりとか、ターゲットを絞り込んだりしますよね。で、すべての本には、このベネフィットは必ず存在するんですよね。プロが書いた本は。まあ要するに、これが欲しくて、そのお客さんっていうのは本を買うわけですよ。だから、これがないのに本を買うと基本的にありえないじゃないですか。何かやっぱ結果が欲しくて買う。別に紙切れが欲しくて買うわけでもないし、そういうなんかこう、情報そのものが欲しいというよりは、その情報を得たことによって得られる結果が欲しくて、まあ買うわけですよね。で、ちょっといくつかですね、まあ本を出してみたいと思うんですけど、まあ例えばですね、まあ、電子書籍には関係ないんですけど、こういう本ありますね。ホノルルっていうこれ。まあ、ガイドブックですけど、こういう本っていっぱいあるじゃないですか。まあ、有名なところで言うと、地球の歩き方とかありますよね。でも、なぜ地球の歩き方じゃない本を買う人がいるのかって話です。だから、何かしら買う理由がこの中にあるわけですよね。おそらく、まあ、
僕の予想ですけど、まあ、ターゲットがちょっとずれてんじゃないかなみたいな感じだと思うんですよ。これはちょっと女性向けというかね、このパッケージというか、表紙からしてもちょっと女性向けっぽい感じがするじゃないですか。で、載っている中の本も、例えば、女性が好むようなね、お店が出てたりとか、まあ、これ多分妻が買ったやつも僕が買ったんじゃないんですけど、とかって感じだと思うんですけど。じゃないと、同じ本が何冊もね、読む本がいっぱいあるじゃないですか、ガイドブックって。にもかかわらず、なぜこの本を選んだのかってことなんですよ。選ぶ理由は必ずあるはずなんで、まあ、そういうことを探っていくわけですね。そうすると、売れる本のポイントっていうのがわかるんですよ。で、ちょっと一つ言い忘れたんですけど、これでいいんですよね。仮説を立てる。答えはわからないじゃないですか。だから想像するだけでいいんですよ。こうじゃないかなっていうのを想像してみるって感じなんですけど、あるいはこうターゲットをずらすっていうね、面において、こういう本もありますね。フランス語検定10人級ってあるじゃないですか。この本はもう完全にターゲット絞り込んでますよね。フランス語の検定の中でも、もう初心者じゃなくて、ちょっと、まあ中級以上の人に向けた本じゃないですか。もう完全にこう、ターゲットが絞り込まれてる。だからこう、間口の広いですね、ターゲットを相手にしてたら、こういう本は当然書けないし、まあ絞り込みをしてるからこそ売れるというか、だと思うんですよね。で、この辺を買う理由としては、やっぱりその、自分にピンポイントに合ったレベルの本だからっていうのがあると思うんですよ。で、今回、まあ、こういうの出してないですけど、僕が英語の本とかね、まあ、今は買ってないですけど、昔よく買ってたのは、こうやって本パラパラ見て、あ、このフレーズなんかいいなとかってあるじゃないですか。使えそうだなみたいなフレーズが、2、3個その本の中で見つかったら、買うんですよね。自分にとって使えそうだなと思う表現があるかどうかで決めてます。だから本の中を読んで、決めるって感じなので、その、著者とか、例えば、まあ、ベネフィットでもないんですよね。ちょっと内容なんです。これ。まあ、その、自分の欲しい内容があった。要するに、英語の場合だったフレーズとかですね。自分が知っておきたい、覚えておきたいフレーズが、まあ、1個だったら多分買わなかったですけど、2、3個あったから買ったみたいな感じなんですよ。うん、別にその時にこのベネフィットが欲しいとかね、まあ、そのフレーズを覚えたいというのがベネフィットになるのかもしれないですけど、まあ、別にそれがね、欲しくてというか、むしろ、まあ、こっちの感じ、決めてポイントですね。このフレーズがあったから買いましたみたいな感じなんですよ。だからそういうものがあるわけですね。で、あとはですね、まあ、こういう本もありますよね。まあ、有名ですけど。金持ち父さん、貧乏父さんですね。これはじゃあなんで買うのかっていう話なんですよ。まずこれどういう人に向けて書かれたのかってことをまず考えないといけないですね。誰がターゲットなんだみたいな。まあ、おそらくお金に関心のある人ですよね。お金に関心のある人の中でも、まあ、こういう、ちょっと、まあ、難しいというか字がいっぱいある本を読める人ですね。だからあんまりこう、まあ普段から本を読む習慣のない人はおそらくこういう本は手に取っても買うことはないと思うんですね。まあその職業でね、明確にターゲットを判断できるかってちょっと厳しいですけど、まあ学生とか主婦とかっていう人はあんま買わないんじゃないかなと思います。まあ意識が高い人であれば買うかもしれないですけど、そういうわけですね。うん、で、まあ、もう一つね、言っておきたいのが、まあ、次の本を紹介しましょうか。次はですね、これもまた有名な本ですけど、ハイパワーマーケティングっていう、まあ、J.A. ブラハムっていうね、人が書いてる、まあ、マーケティング界ではすごく有名な方が書いてる本なんですけど、これをなんで買うんだって話なんですよ。この場合はおそらく、まあ、口コミとかね、そういうこともあるとは思うんですけど、もう名前で買ってる可能性がありますよね。もう J.A. エブラハムが書いた本だから、みたいな感じなんですよ。そうすると、もう中身を読まずに、もう著者買いみたいな。僕も結構著者買いとかするんですけど、もうこの人が書いてるから買うみたいな。まあ、ハイパーマーケティングに関しては、口コミが大きいかな。もういろんな人が勧めてるから、ね、これいい本なんだって言って、僕もこれ、まあ、Amazon で買ったんで、実際に中読んでね、決めたわけじゃないので、その場合はやっぱり、その著者のネームバリューとか、あるいは周りの人たち、まあそういうマーケティングとかビジネスに詳しい人たちが、みんなこの本いいよっていうふうに勧めてるから買ってるわけですね。だからその場合はもう完全に、まあ著者とかね、そういうこと、口コミとか、こういうところがまあ買う要素になってるわけですよ。まあベネフィットもね、特にどういうベネフィットが得られるとかっていうことを考えずに買ったわけですよね。だから必ずしも、
そのこのベネフィットが 100% 買う理由にはなってないってことなんですよ。今言ったみたいに僕はこのハイパーマーケティングを買った時はベネフィットなんか多分全く意識してないんですよね。とにかくまあなんかこうね、まあ著者が有名だしみんなねいいって言ってるから買ってるみたいな感じなんですよ。あとはこれもコピーライティングがすごく有名ですけど、現代広告の心理技術ね、101っていう本がありますけど、まあこれはコピーライティングの本ではすごく有名ですよね。これもまあいろんな人が勧めてるからという理由、まあ中を読んで決めたわけじゃなくて、まあ、買ったと。でこれに関しては実際にね、まあコピーライティング上手くなってその売り上げを上げたいっていうね、まあそういうなんですか、欲求があるから買ったっていうことになるんですけど、これは著者買いじゃないですね。このドルエリック・ホイットマンなんて、まあこの本を読んだから知ったみたいな人も多いと思うんですよ。だから必ずしもその著者買いではないと。まあいろんな人がコピーライティングをまあすごくね、で有名な人とかが勧めてるからこの本買ったみたいなことがあると思うんですね。そうするとやっぱ口コミの要素が強いみたいな感じ。あとはこれもベネフィットが強いですね。で完全にもうコピーライティングを学んでる人をターゲットしますよね。そういう一般の人たちっていうのはまずこういう本は読まない。だって現代広告の心理技術よっても何のことかよくわかんないじゃないですか。もうその時点でターゲットをもうなんかその完全に絞り込んで、それ以外の人をもう何ですか、排除じゃないですけどもう相手にしてないわけですよ。もうそういう人たちはいらないわけですね。どうせ買わないんだから。だからもうこういうなんかちょっと一見何のもんだろうみたいなね、まあタイトルになってるわけですよね。でさっき言わせましたけど、もう一つ伝えたいのが、電子書籍ってこうまあカバー画像が重要ですよみたいなことよく言われるじゃないですか。で確かにそうなんですけど、悪いよりは良いに越したことはないんですよ。だけど表紙で本を買う人っていないんですよね。あ、この本表紙いいから買おうみたいな人っていないじゃないですか。だからその表紙が良ければ売れるってわけじゃないんですよ。例えばこのハイパワーマーケティングとか、めちゃくちゃシンプルな表紙じゃないですか。これ頑張ったら多分ね、普通の人でも作れると思うんですよ。これぐらいの表紙だったら。でもめちゃくちゃ売れてると。表紙のそのクオリティとか、もちろんね、ちゃんとしたプロが作ってるからしっかりしたものになってるんでしょうけど、そういうなんか目立つとか派手だとか、そういう要素は一切ないわけですよ。うん。なんかこう、これちょっと帯がついてたのかよくわかんないですけど、帯もついてなければ、特にこう、何かキャッチコピーがあるわけでもないじゃないですか。もうハイパワーマーケティングしか書いてないですよね。だから、表紙が、なんていうんですか、シンプルでも売れる本って売れるんですよ、やっぱり。だから、必ずしもその、表紙が大事ですよって確かにそうなんですけど、表紙がいいからといって売れるわけではないし、表紙がなんかこう、シンプルだとか、そういうのだから売れないってことはないってことです。まあ、結局みんなこの中身、情報っていう価値、そしてそのさらに先にあるベネフィットっていうものが欲しいから買うわけだって、この外見がいいからね、めちゃくちゃ派手でめちゃかっこいい、あ、これ超かっこいいみたいな本だから買うってことじゃないってことを、まあ、くれぐれも覚えてこないと、まあ、表紙ばっかりね、こう気にして中身がまあ、しょうもなかったらやっぱ売れないので、そこはしっかりとね、まあ理解しておく必要があるかなと思います。今日のエクササイズね、ちょっとまあできると思うんで、家にある本であれば、全然まあ、お金もかからないし、ちょこちょこっとこういうね、この仮説を立てるってことがすごく大事なので、考えるね、自分の頭で考えるってことが大事なんで、まあぜひですね、ちょっとやってみてほしいと思います。では今日は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございます。